おはようございます。2019年の1月の6日0時57分夜中です。今起きました。よろしく。コキンチハギさんはどつ？コキンチさんいらっしゃい。今日も散歩行くよ、これから。夏休み、冬休みも終わんのかな、もうすぐ。仕事始めか。コキンチハギさん、今日電波悪そうです。え、俺の電波悪い？嘘。ブツブツ？こっち？サーバーじゃなくて。俺の放送電波悪い？マジで？なんだろう。マジで？他の人どう？電波悪い？嘘。どんな感じなんだろう。プツプツすんのかな。まだ悪い。え？マジで？ロ
ロンフレッシュさんはドツ。よいこさん、かずみちちゃん、おはよう。わどつー。お、ゆうこさん、おはよう。電波悪い？電波悪い？他の人。ロンロンフレッシュ、おはよう。電波悪い？誰も答えてくんねんだ。よい子さん、いや大丈夫だけど。大丈夫？なんかね、電波悪いって。俺の方じゃないよね多分。よいしょ。大丈夫だよね。ポカリ作ってくるわ。よい子さん、ポカリ派。
皆さんはクエリアス派？俺ポカリ派。アクエリアス酸っぱいよ、ちょっと。俺ポカリ派だな。よい子さん、ゲータレード派です。わら渋ルナさん、身体だるだるになってきたな。そう、ヤババボーンさん裸？うん。ヤババボーンさん、名前がヤババボーンなのに読み上げではヤババボーンと言われる。なんだろうね。本当だ、ヤババボーンなのにね、バグだね。なんだろうね、変だね。確かに。ヤババボーンさん、ヤババボーン。変なの。本当だ、ヤババボーンって言われてる。何なんだろう。よい子さん、わら。ビリーさん、バボーン。ビリー、久しぶり。今日日曜日か。久しぶり、髪黒くなってる。ねえ、久しぶりだね。いや、髪黒くしたのだいぶ前だよ、もう。全然遊びに来なかったじゃん。ルナさん、乳首の毛長いね。長いよ。全身筋肉痛だ。
痛い痛い。ヤババボーンさん、デリヘル読んだことある？いや、あーデリヘルって読んだことないかも。ない、一回もないわ。ヤババボーンさん、風俗は？風俗は行ったことあるね、昔。最近行ってないけど。デリヘルって家に来るんでしょ。ヤババボーンさん、抜き屋？抜き屋が分かんないな、ちょっと。普通ラブホじゃね。そうだね、箱ヘルだよね。普通家に来ないよね。でも家に呼ぶ人もいるらしいよ。リリー三条からしたら怖いだろうな。いえ、いや、やでしょう。ヤババボーンさん、東京は夜になると道端にセックスしませんかっていう人いるって聞いたけど、見たことあります？あの、大久保行ったらいっぱいいるよ、そんなの。そんなのどこの都市にもいっぱいいるよ。お兄さん、マッサージどうでしょう。立ちんぼね。ビリーさん、立ちんぼ。うん、全然いるよ。都市の方に行ったらいると思うよ。ヤババボーンさん、そうそう、立ちんぼいるいる、全然いるよ。ヤババボーンさん、地方だから見たことないのは。あー、そっか。まあ大阪にもいるだろうし、そういうでっかい。ヤババボーンさん、若い人いる？いない。あの韓国人の おばあちゃん、綺麗なおばあちゃん。ほんとおばあちゃんって年齢だよね、今の立ちんぼね。おばちゃんじゃないよ、もはや。ババアか。ババアだね。ドフラミンゴさん、カズミチちゃん、ヤッホー。ヤッホー。お、ドフラミンゴ来た。ドフラミンゴ好きだったな。俺が一番好きなのはクロコダイルなんだよ。ビリーさん、ブグイスダニにはババアがいるよ。ブグイスダニにはババアいるんだ。
ていうか最近ビョークのアルバム聴いてるんだけど、ビョークいいな。なんで俺昔聴かなかったんだろう。俺ビョーク聴いてなかったの。ビョークいいな、めちゃくちゃかっこいいな。ビョーク、デビューアルバム聴いてんだけど、何この音楽って思って。ビョークの世界観やべえ。ビビーさんフジロックに来てたな。へえー、ビョークにハマってます。ビョークに。ドフラミンゴさん、スケゴロデルヤム、キャラ10万以上になったのか。1万5000円ですね。ギャラ1万5000円ですね。もういいよ、金はいいよ、もう金はいいや。もう金追っかけるのはやめた。楽しもう。ドフラミンゴさん変わってねえ、ヤン W 頑張ってな。頑張る頑張る。変わってないよ。いやもうね、今年のテーマなんだよね、金追いかけんのやめるっていう。もうやりたいことやりまくるって決めた。もう金追っかけんのダセ。みんなと仲良く過ごすよ俺は。楽しくね、今年一年は楽しもう。じゃあ行くか、散歩。ステゴロはね、第一試合出るよ。7日からみんな仕事始めかな。7日から世間様は。今年はどんな年になるかな。あれ、上着がない。
きます。来ませんか。よっしゃ、ワード散歩行こう。動かすのね、嫌いなんだけどね。ランナーとかって走るの好きなんだよな、すげえよな。体動かすの好きな人すげえなと思う。今日3日目か。こんばんは。おーニンニー、こんばんは。ニンニーさん、今の若い子はすぐに別れるね。ルマルちゃん、別れたみたい。あ、別れたんだ。パルパルと。ね、可愛らしい女の子だよね、あの子ね。まあ、合う合わないだからね。付き合うのも早いし、別れるのも早いって感じだよね。簡単に付き合って簡単に別れる。あれじゃん、SNS をフォローする感覚なんじゃないの。今配信してたよ、別れたとかで、しかもセクロスしたのに。
セックスして別れるの、別れたんだ。セックスした後に別れたってこと？別れるタイミングは分かんないけど、ああ足がパンパン、痩せないとね。じゃあ45秒後から行きます。さん別れる直接までセクロスしたらしいのんちゃんがわどうさんっていうのがいつも可愛く思える。あーのんちゃん必ずさん付けだね俺のことね。育ちがいいんでしょう多分。俺のことわどうさんって以外呼んだことないよ。お前とかおいとか呼んだことない。よっしゃ、じゃあ行きます。35分スタート。
戻ってきてるね。本部巻さん何キロ走る？5キロ。肺が戻ってきてる。呼吸がだいぶ楽。昨日一昨日より。9年中のご搭乗に感謝します。とても嬉しい。
今年もよろしく。いい年にしよう。
転調します。ゆうあさん、警察は。ゆうあさん捨て頃出るために鍛えている。いや散歩散歩。ただの散歩だよ。ハーフポイント着きました。新宿はどんな感じ？ここはね、新宿、まあまあこんな感じだね。誰もいない。誰もいないっす。風強え。
ちょっと休憩します。ゆうが山風が強いですね。めちゃくちゃ今日風強い。めちゃくちゃ寒いよ今日。風強い、すごいね。背中が筋肉痛だ。背中が誰もいないねさん。誰もいないよ、夜中だから。さて帰りますか。
そうだね。体ね、10分ぐらいしたらあったかいよ。まず、
37分38分ですね。お疲れ様です。今日は38分です。お疲れ。初日が50分、2日目が42分かな。で、38分。ステゴロ2の時のタイムが、30分切るっていうので、走ってましたね。まあ、体力戻ってないですね。本当は、25分とかで走れるといいらしいけど、ここの道ね、高くなったり低くなったり高低差がすごいあるから、まあ、30分切るタイムで毎日走れたらいいなっていうのが目標です。そう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 、高さがねすごいあるんだよね。こうまっすぐ見ると分かるけど、道が低くなって見えなくなってるでしょ。結構下るんだよ。でこっち側はね、こっち側も下りかな、今丘になってるから結構ね高低差あるんだよね。この道なんだっけ、山手通りだっけ、山手通りかな。ちょっとね画像だと伝わりづらいけど、そうそう中野坂上の交差点。あそこを神田川の家の前から、何駅だっけな、落合まで行くのか、落合の先まで行ってで戻るっていう、中野坂上まで。でちょうど5キロぐらいかな。ボクシングは足腰のスポーツなんで、足と腰をひたすら鍛えないといけないんですよ。縄跳びとかしてるよね。そう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 、縄跳びはねリズム感もつくし、基本動作のこのステップ、基本動作のキュッ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 っていうこのリズム感がつくんだよね。ボクサーのステップの動き、
今日でもあれだな、呼吸だいぶ楽だったな。肺が良くなってきてる。何食べようかな。飯だ飯。
あたたたたた。ゆうやさんやっと家に着いたね、おし。あったかい。やっと着いたね。あったかいよ。飯だよ、飯。エルマルちゃん痩せたら可愛いよな、この子な。ちょっと太いけど。顔立ちすごくいいよね。さん、何今から食べる？メニューは決まっている？何にも決まってねえな。何食べよっか。何食おうか。シトルリン、シトルシシネさん、痩せたら可愛い、やればできる子は幻想だと思ってるしょ。歪んでるな。シトルリンは心が歪んでるな。多分東京に来てすさんじゃったんだろうな。いや、痩せたら可愛い子いると思うよ。いや、可愛いでしょ、実際、エルマルちゃんは。ちょっと太い。やればできる子は嘘だよね。やったら誰だってできるんだから。やらないだけだから。やらないっていう根本ができないってことは、できない子なんだよ。ただ、痩せたら可愛いはあるでしょ。実際、あるジャンルだと思うよ。どうしよっかな。米研ぐか、なんかあるもの食うか、あるものつうか買ってくるか。とりあえずポカリ作ってくるわ。ハゲてなければかっこいいはないか。
て出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 何食おうかな。どうしよう。くももんさん、和戸さん、おはよう。くももん、おはよう。シトルリン、シトルシシネさん、高タンパク低カロリーなもの。食事は気にしなくていいと思う。あのね、プロテインとかね、あるんだけど、厳密に言うと体作りは高タンパク低カロリーとかあるけど、気にしなくていいよ。食いたいもん。ドレさんもね、カズさんも同じこと言ってた。あのぶっちゃけな捨て頃程度の殴り合いで、そのなんつうの、プロみたいに食事制限とかありえないっていう、そういうレベルじゃないって言ってた。まずもうアマチュアのアマチュアの試合だから、もう本当にまあ、あの走ったりトレーニングしたやつが勝つっていう、すごくシンプルな世界だから、もう本当に運動さえしたらガツガツ食っていいよって。実際ね、それで痩せると思うよ。あのもう本当練習あるのみだよ。ただスタイルはよくしたいね。映画があるから、自分もちょろっと出ようと思ってるから、あのそれはやらないとなとは思ってるね。スタイルは少しよくしないとっていう。くももんさん、お腹だ。 W、 お腹？
豚肉肉豆腐でも作りたいかな。だ今日はね、あのトイレを直すのと洗濯をやりたいんだよね。もうトイレ直すの、ま、俺の家まだ便座ねえんだよ。くもモンさんスタイル良くするのってお腹がへっこめば綺麗に見えるかなと W。 そうそうそう、お腹へこんだら綺麗になるよ。ボクサーの体型が一番かっこいいよね。逆三角形で締まってて筋肉クッとね。ボクサーが一番かっこいい体は。ボディービルはやりすぎ。クモモンさんボディービルダーがなんか怖いんだけど。あそこまで行くともうナルシズムの極地だよね。本当にすごい。あそこまでやりたいとは思わないよな。あれはもうなんかおかしいよね。洗濯物やりに行こうかな。コインランドリー洗濯物やろうかな。どうしよう。着る服がね、パンツもね、靴下もね。洗濯物やるか。ストルリンシルシシネさん緊急事態じゃないですか M。 いやもう服がないんだよね。のんちゃんが、そうのんちゃんが今体調悪くて、なんか今度病院行くんだよね。着るものがないって笑う。笑うよね。洗濯物、コインランドリー遠いけど行こう。まず俺のパーカー、これあのデフォ、これ洗うでしょ。ジャック・ダニエル、ジャック・ダニエルで、まあ一個一個やっていくか。こんなことしてる場合じゃない。よいしょ。洗うものを、ジャージも洗おう。あ、どうしよう。ジャージ洗ったらダメか。俺が今着るんだもん。着るものがない。ダメだよ。洗ったら。アホだな。てかコインランドリーやってんのかな。っていうか朝やった方がいいか。朝やろうか。コインランドリーは朝、近所のところでやった方がいいや。朝やろう。どうしようかな。ご飯朝やるとしてどうしよう。トルリン、シトシシネさん、ご飯食べて便座修復ですか。どうしようかな。ご飯食べて便座修復かな。それがいいかな。ちょっと待って。
飯食うか。ケイさんつまんな。つまんないって、ここ面白いことやる枠じゃないよ。面白いことが起こると思ってる君が間違えてるんだよ。ここは猫の公民館だから覚えといて。クモモンさんのんちゃんはいつ検査なんですか？水曜日って言ってたね、うん、水曜日に検査だって。トンボさん赤髪似合ってたのに。うんとね、ちょっと仕事の関係でね、大御所に会うことが多くなってきたから黒髪にした。最近ね、そうも言ってらんなくなってきたのよ。やっぱ黒髪無難でいいよ。もうちょっと実力つけたらまた赤髪に戻そうかな。何食おっかな。肉豆腐。何食おう。
ストルリンシルシシネさんはどうさんってあんまりデリバリー頼まないですよね。ピザたまに頼んだりするよ。ピザとあとケンタッキーたまに頼むかな。あん、うん、たまにお寿司、銀の皿かピザか、月1回ぐらいかな。のんちゃんがいるときだね。のんちゃんがね、ピザーとかそんな感じだね。夜中ってデリバリーやってなくない？シトルリン、シトルシシネさん、かわいいショーピザっつってのんちゃん無事だといいな。なんかね、変な脳腫瘍とかだったらやだな。すげえ心配だよ。クモモンさん、脳関係は心配ですよね。うん、なんかずっと頭が痛いんだって。無事だといいけど。コンビニ行くか。メッシセブンかな。セブン行こう。セブン、鍵かけない俺。盗むもんなんかねえもん。
何も持ってないやつの強みだよ。コンビニ行ってね、あのご飯買おうかな、朝飯ね。サクサクコーン美味しいよね。最近食ってないな。あれうまいよね。あれ断完塾で出て知ったんだよね。断完塾でなんかあれじゃん、現場、撮影現場ってお菓子とかあるじゃん。あ、猫だ。あれうまい。三角じゃなくてね、昔さ、コーンポタージュのさ、スナック菓子あったの分かる？コーンポタージュ、あと、とんがりコーンの食感なの。スナック自体はとんがりコーンをベースにしてて、味自体は薄いコーンポタージュのやつみたいな。で、セブンイレブンのセブンオリジナルで出てるの。あれうまいよ。まだステマ。うー、寒い。めちゃくちゃ寒い。強いね。いや超寒いよ。いやこれさらに寒くなったらトレーニング厳しいな。やだな。Thank you.
14番2つくださいって。お願いします。年齢か身分証明書の提示をお願いする場合がございます。コンビニ近くていい。タワマン、クソ高いタワマン。タワマンコンビニ、こんなのさ絶対地震来たら崩れるよね。いや買わなかった。サクサクコン、こんなの倒れてきたら俺の家までドミノ倒してるんだけど、こんなもん建てようと思ったんだろうね。意味が分かんないよね。地震の国でこんなん建てるの、アホでしょ。台風だろこれ。風じゃない、台風、クソ寒いと。ビル風はね、出口とかで突発的に吹くんです。これビル風じゃないね。また熊本で会ったんだ。かわいそうに。ただいま。あ、痛い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 。
うぞ。朝飯だ。いただきます。後で使われます。うん、運動した後は飯がうまいんだ。くもモンさん、東京って個人でやってる飲食店とかパン屋さんとかあんまりないんですか？あんまりない。あるけど、くっそ高いか、もうくっそ安くてくっそ流行ってるか。いや、くっそ安いっつうか普通の値段なんだけど、めちゃめちゃ流行ってて存続できてるか。なんかね、まずいラーメン屋とかあるじゃん、田舎の方って。なんでこれ、なんでこんなもんよくやれるなみたいな、そういうのあんまないね。値段が跳ね上がってんの。もう超高級価格帯の個人店か、めちゃめちゃ流行ってる庶民的な店が何個かあるかって。あとは全部フランチャイズだよ。いや、金持ってないと面白くない、この街は。金さえあればよりみどりみどりじゃん、ほんと。金があったら何もかも手に入るかんね。欲望の街。東京出身の人もお金があると楽しい街だと言ってました。そう、お金があったら楽しい街で、お金がなかったらもう何にも。ただまあ、うん、人は面白いよね、やっぱ。あの、なんつうの、何か日本で成功しようと思ったら東京来る以外ないじゃん、選択肢が。東京以外で成功ってありえん、聞いたことないもん。だからみんな夢見て東京に来るわけだから、まあ一流の人は集まってるよね、どの世界どの分野も。夢がある人とかいいんじゃない、目的がある人は。
田舎で暮らすのがいいよ。いや、自分の人生の最後どこで迎えようか考えるもんな。シトルビン、シネさん、都市部にいたい人ですか？いや、俺上京したいとか一切なかった。ガキの頃あったよ、16の頃とかあったけど、だって本当に世の中で一番住みたくない街新宿だったんだもん。ほんで汚え街だから、運命って分かんないよ。だから逮捕がさ、逮捕がきっかけでこの街に降りてきちゃったんだ。わかんない、もうなんか自分がこうしたいああしたいとかがうまくいかないから、もう運命に任せる。もうなんかあるんだよ、逆らえない運命みたいな。俺はこの街にいる人間も新宿の街にいる人間も何もかも大嫌いだ。ゆうやさん、わかる気がする。東京は憧れてくること多いけど失敗もあったり成功することもあるからね。俺はまあ映画撮りたいとかさ、今うまなんかのタイミングで偶然うまくいってやりたいことができてるから東京にいる意味ができたけど、正直最初の3年なんか田舎の方に引っ込みたかったよ。でもほら、のりこがいたり弾丸塾があったり映画の撮影があったり、この街にも何だろう、俺のことよくしてくれる人がいっぱいいるから、今もうなんか何だろう、自分の住んでる場所になっちゃったよな。シトルリン、シトルシネさん、じゃあ将来的にはのんちゃんと田舎暮らしですか？わかんない。俺が最高に理想の生活は海外でを転々とするホテル暮らし、家を持たない生活。世界中をずっと移動しながら配信する生活が理想。シトルリン、シトルシシネさんが素敵ですね。うん。ノマドワーカー。倉庫みたいな荷物だけ置かせてもらう家があって、で転々と暮らしたい。モンさん、旅行よりも旅が好きなんですね。うん、旅がしたい。
世界地図じゃなくて脳の体の感覚に地図がある。5分歩いたらセブンイレブンとか、みんなにも思ってるでしょ、感覚の地図。沖縄に行ったら、あ、1時間で沖縄まで1時間半で1万円で行けるんだとか、それを広げていきたいの。沖縄って実は遠くない。俺にとって沖縄すごく近くなったの。昔は遥か遠かったの。行くことによって変わるんだよね。新幹線でいくらだったら、だから名古屋の方が俺は遠いんだよ。大阪とか岡山の方が値段が高いから。信号アットハルヒさん、どんどん閲覧が下がる負け犬配信者 W、 今度からお前を負け犬と呼ぶわ。クモモンさん、物理的な距離ではなく感覚的な距離なんですね。そうそう、感覚的な距離。なんでいけない。あ、偽物か。クモモンさん、その表現は面白いですね。いやいや、本当のこと、本当のことよ。沖縄の方が近くて、北海道は遠くて、名古屋も遠い。沖縄の方がはるかに近い。表現じゃないよ、本当のことね。ユアさん、沖縄が近いってそういう取り方もあるってことだね。本当の距離感ね。世界のルールじゃなくて自分の体感。例えばコーヒーが美味しいとか、なんだろう、紅茶が好きとかって人によって違うわけじゃん。だからそういう自分の感覚を信じるってすごく大事だと思ってて、世界地図ってだってあなたの感覚値の地図じゃなくて物理的な距離感だけじゃん。でもさ、例えばこれ何を話してるかっていうとね、あの家近いよ、三越とかのデパートのデパ地下近いよ。だけど買えないんだもん。セブンイレブンで買い物するでしょっていう距離感もあると思うの。どんだけ物理的に近くても行くことがない場所ってあるでしょ、値段が高すぎて。いや、毎日ね、なんかカルティエとかので服のコーナー見てるやつ、ユニクロのコーナーは隣にあったとしても店が物理的に違うんだよ。で、俺は思うよ、そういう風に。
じゃあトイレの便座直す配信するんで枠切り替えます。お疲れ様です。